以前芸術工房のいいことスイッチ、いいことスイッチ、イエーイ。さくさんです。むちゃんです。竹下です。本日はなんですけども、はい、YouTube ライブを僕が時々やらせていただいてるんですけども、はい、そこでやってる間にですね、竹下さんこれ送るよと言ってくださいました。これ僕に対してのまず提供品でございますね、ありがとうございます。ありがとうございます。多分ですけども、ほい、はい、今日もね、あげていきましょう。多分あれです。予想はついてる。予想はついてる。ちょっと隠しながらいきますよ。おお、ちらっと見えた。いきますよ。おー、はい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 。そして、お、ん、はいはいはい、当たるとこはですね、うん、おお、嘘、ちゃんと、うわ、マジで、おお、ちゃんとこうやって、わあ、うわ、うわ、おお、あ、え、あ、あ、おお、すげえ、ありがとうございます。最近の遊戯王のね、テーマで、まあ、お邪魔っていうテーマがね、うん、もう一回こう、救われて。救われて。その中でも、ABC っていうか、まあ、A to Z っていうのを混ぜたお邪魔がね、強いということで、いろいろ頑張ろうと思ったわけですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは、また同じですね。うん、今さっきの提供も結城さんなんですけども、うん、今回も、ゆうきさんからいただきました。おわ、それでは早速、せーの、おーわー、おー、何でしょう、何でしょうね。ありました、ありました。おすっ、おー、何でしょう、何ですか、何ですか。おう、むーちゃんぜひ使ってください。山下さんと戦ったデッキです。おー、デッキをくださったってことですか。これあれ、オフ会の時に、あ、ちょ、山下君実はいるんで、これ何デッキですか。これですね、宝玉銃です。あー、マジで、あー、ありがとうございます。おー、わ、すげー、え、そのデッキなんですか。ほんまに使ってはったやつを、まさかってことですか。すごい、ちょっと見ていきます。はい、ちなみにゆうきさんはイケメンです。そうですね、かなりイケメン、イケメンでしたね。いきます。ほい、はいはい、トラック、おお、キャット、うん、へえ、お、うん、あ、あー、絆、あ、探してたやつ。一瞬困ってた。え、そうだ、わー、イングリッシュの、おー、え、おー、え、かわいい。ドラゴン、メガレット、うん、うん、ドラゴン入ってるんですね。そうですね、面白い、うん、あ、レインボードラゴンだ。おお、すっげえ。これをね、2体一気に並べられて負けたんですよ。うわあ、絆3枚目、すごい。これほんまにそのまんま使ってはってじゃないですかね、やっぱり。おお、そんな感じ。これはいいね。はあ、はあ、はあ、はい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 、ほい、あー、2枚目、ほい、山下君なんかもう急に喋るやん。いや、今よく覚えてますもん、この急に喋るな、このジュエルは喋りたくて止まらなかったかもしれない。エクストラコインが2枚、はいはい、ほい、あー、ほい、おー、そうそう、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まあね、この皆さんにね、ここでご相談です。うん、実は軌道が今ね、スパイラル使ってるんですけども、確実に不正が入るだろうと。で、コースも行ってスパイラルなわけですよね。ですね。で、これ強いぜっていうデッキ、これはもう間違いなく強いぞと、次環境に入るぞと、そういうものをぜひですね、コメント欄で教えてください。軌道にあるぞというね、軌道が使えそうだぞっていう、うん、なかなか今決めあぐねてる状態らしいのでね。そうですね。そして僕からなんですけども、これすげえ個人的なやつなんですけど、
オフ会で僕と戦ってくださった方で場に出てて墓地のモンスターになって相手のデッキとか、じゃあ相手の手札とかバウンスしてさらに攻撃力もすげえ上がる、多分ね、そういうデッキを使っ、僕も記憶が曖昧なんですけども使ってらっしゃった方ですね。ぜひコメント欄で正式レシピ教えてください直球何やったっけ、ものすごく覚えてるんですよね。あのそれもぜひ僕らパクらしてもらいますから、ね多分妖精獣やったかな、違うな、なんかあったんですよ。へ、墓地の墓地モンスターの能力をコピーして、うん、しかし墓地のモンスターの攻撃力は00なんですが、コピーした側のモンスターはその能力を使うことによって攻撃力も上がってるし、なおかつデッキにバウンスしたりできる。へー、強かったっすね。妖精人じゃなかった気がしました何だったんだろう、何だったんだろうぜひ教えてくださいはい、ということで本日はですね、ご提供いただいたものの開封と、そして皆様へのお願いでございます。攻撃銃使えるようになります、イエーイぜひ軌道に合うテーマを教えてください、お願いします。それではまた次回。ゆうきさん、ご提供ありがとうございます。萌え萌えキュン、ありがとうございます。ありがとうございます。